独占取材。これ夢じゃないわよね。何を聞こうかしら。遠慮しちゃダメだよ。せっかくの機会なんだから、とことん聞いとかないと。同感だ。どうせ答えられない質問は断るだろう。試してみる価値はある。ティアラ、ノビレット様、ごめんなさい、うっかり寝ちゃってた。気にするな。脅迫状を送った者は突き止めた。もう安全だ。ありがとう、ノビレット様。それから旅人のお兄ちゃんも、パイモンお姉ちゃんもありがとう。私、全然大丈夫だよ。みんな、私に優しくしてくれるし。脅迫状を送ったのは、ドメニコというものだ。この名に聞き覚えは？よくわかんない。私、記憶力が良くないから、いつも忘れっぽくて。そんなことより、カロレお姉ちゃんの夢を見たよ。おかしいな。カロレお姉ちゃん、どこに行ったんだろう。もうだいぶ会ってない気がするけど。でも、夢で会えたから嬉しい。カロレお姉ちゃんね、私の手を握って、キアラ、私たちの夢が叶いましたって言ってた。カロレお姉ちゃんの夢が何なのか思い出せないけど、なんだか、とても嬉しいんだ。君の喜びは私も感じられる。これは確かに喜ばしいことだ。ノビレット様も嬉しいの？よかった。あ、そうだ、私もう外に出ていいんだよね。モデルになってあげるってエローフェお姉ちゃんと約束したんだ。もちろんいいとも。安心して行ってくるといい。じゃあ行くね。またね、ヌビレット様。旅人のお兄ちゃん、パイモンお姉ちゃん。ああ、また。たまに彼女のことがわからなくなるな。